皆さんこんにちは、なるほど伝です。今日も召喚少女で遊んでいきたいと思います。さあ、今回は、牢屋はどなたでと思いますか？さあ、サムネイル画像でわかると思いますけど、タイトルと。そう、今回はなんとですね、クルムちゃんでございます。私まだ、美女さんに迎えてないんですけどね。先に、牢屋で捕まえましたよ。なぜか、お嫁さん候補。さあ、行きましょう。おっと、いやーなんかですね、体力多いんですかね、ゲージがなかなか減らないですね。でも、しょうがないです。これは、行くしかないと。2連続。さあ、連打すると、結構の割合で2回連続できますからね。ピシピシーとですね。ピシーとですね。バーとですね。おー、たくさんいろいろ落としますね。アイテムも落とすんですよね。いいですよね。あと、同じキャラクターでも、スキン違いの、こう、あれですよ、落とす内容変わったりしますから、こちらもちょっとお見せしたかったんですけど。さあ、もうそろそろどうなるんですかね、破れちゃうんですかね、破れないんですかね、もしかして頑丈だから。おっと、よく見たら破れてるじゃないですかなんで、いやー、そうですね、そうですよね、そんなに破れるわけないんですよ。そうそう、破れたら、あれですから、固まっちゃった。さあ、では、再起動いたしましたので、続きですね。そう、これ以上破れると、おっと！なんと、スライムちゃんやってまいりましたよ。自称スライムちゃんですけど。さあ、どうなってるんでしょうか。一体どこに隠し持ってるんでしょうか、このアイテム。毎回謎ですけど、多分紙とかの中ですかね、きっとそうでしょう。さあ、あともうちょっと！今、イベント来てるから、たまにサプライズで、びっくりするんですけどね。画面隠さないでっていう、多分皆さんそう思っていらっしゃると思いますが、同意見です。さあ、では終わりました。さあ、美女さん見てみますか。あと、クルムちゃんだけなんですよね、こちら。そちらもまた楽しみにしてください。ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。